ペテン地球が世界一。前はなんかタイに行ったりしてるのも見たんです。あれは今度タイで、はい、正直、うん、最初めっちゃインドネシア、はいはいはい、インドネシア行きつつタイとかフィリピンとかちょっと見てます、はいはい、ああなるほどね、はい、でタイもでもいい国ですね。あ、めちゃめちゃいい国だと思います、うん、ただただ楽しいからめっちゃ好き。そうですよね、楽しいですよね、はい、めちゃくちゃ楽しいですタイは。しかも最近、うん、本当に1ヶ月前からタイの方向だったんで、はいはいはい、国とめちゃくちゃ盛り上がってます。社長が日本のルールを一つだけ変えれるとしたら何変えたい？政治的な意味よね。タイは合法化じゃない？そういう国あるよ。タイマーは禁止だけどタイはめちゃめちゃ作ってバゴン売っとく国とかっていくらでもあるけん。そんなだけど俺はそう、もう本当に国力を上げるためにやるべきと思う、うん、で今後合法合法合法ってなって、あ、もう日本ぐらいじゃない違法なのってなった時にさ、どうやって勝つ？そんなんどうやって勝つ？今のうちやで、バーみたいな、もうめちゃめちゃ楽しそうです。えいや今カオサン通りの道のど真ん中でタイマーが多分20メートル大きいぐらいあるから、みんな出店バーン出してタイマー売ってるって、はい、あれほど吸える、もうそのまま吸えちゃうし、もう出店みたいな、その焼きそば買うのとか買わないです、当たり前でポンとこじゃん。で動画とか回してても全然撮ってないみたいな、ポンと思って撮るじゃないですか。でもだから本当に1ヶ月前までは絶対なかったのに今もうおどっとします。で最初の走りはもうコンテンツ自体にこうなったんで、うん、屋台みたいな感じだったんですよ、うん、けどもう最後に2週間前とか1週間前とかは、うん、もうバーとかみたいな場所でも吸えるんですよ、でバーで普通にこのカクテル選ぶみたいな感じで、なんか本当に どのパンケーキ食うかみたいな感じでメニュー表渡されて、あ、いや違う、パンケーキ買うみたいな感じで、パンケーキ買うみたいな感じで売ってます。僕ら、いや全然ですよ。みんなラビってるみたいな感じじゃないんですか？いや、でも、もう、実際、合法になる前から僕ちょっと見てたんですけど、もう、釣ってる人は釣ってるし、釣らない人は釣る。もう、めちゃくちゃ緩い国ではあった。あ、なるほど、なるほど。その、逆にインドネシアとか僕行ってたんですけど、もう、大麻とか売りさばいてるような人は全然死刑一発ですよ。軽くて終身刑で。ぐらい厳しい国の後を、やっぱフィリピンとかもよく撃たれるじゃないですか。撃っていいっていう法律なんで、めちゃくちゃ厳しいじゃないですか。タイは全然緩いです。元から、合法になる前から。で、吸う人は吸うし、吸わない人は吸わないっていう状態で。ただ、合法になったんですけど、国民の半分はまだ反対してるらしいんですよ。けど、王国なんで、王様が行けって言ったら、もう次の日から合法になって。だから国民半分反対してるのに、王様が行けって言って合法になって、その1週間後ぐらいに、お前らマリファナ育てろで、マリファナのない。100万株かなんか10万株だったっけ？100万株、そこら辺止まって。民家に配ってもらってるんですよ。えぐくないですか？それで産業になる。そうです。面白いです。いや、なんかもう。